脳梗塞リハビリセンターが送るリハセン式自主リハビリ。皆さんこんにちは。脳梗塞リハビリセンター理学療法士の福田です。今回は自宅でご自分でリハビリが行えるリハセン式自主リハビリの中から手の向きを変える運動についてご紹介します。この運動を行う対象は手のひらの向きを変えづらい方です。何か道具を使うときやボタンを押すときなど手で何かに触れる場合は手のひらの向きをそのものに向ける必要があります。手のひらの向きをうまく変えることができなかったらうまく道具を持てなかったりボタンを押せなかったりします。この手のひらの向きを変える動きは専門用語で海内と呼び、今回はこの前腕の海内外を引き出す運動をお伝えします。仰向けになった状態で良い方の手でティッシュボックスを持ちます。その後麻痺している手のひらに対してティッシュボックスを押し当てながら麻痺している手でつかめるようにしていきましょう。この時にうまく指が引っかからない場合は良い方の手で指を触って引っ掛けてください。両手をつかむことができたら両手でティッシュボックスを少し挟むように少し押さえる意識を持ちます。肘を伸ばしたままティッシュボックスを顔の真上まで持ち上げましょう。ティッシュボックスの面が自分の顔としっかり向き合っているか確認した上で車のハンドルを操作するようにゆっくりと右に左にと向きを変えていきます。ポイント一つ目です。ティッシュボックスを真上に持ち上げた際に肘が曲がらないように気をつけましょう。もし曲がってしまっている場合はティッシュボックスを返して良い方の手でサポートして肘を伸ばす位置まで必ず持っていきます。ポイント二つ目です。真上に持ち上げるときに指が外れないようにしましょう。もしこのように外れてしまった場合はこのまま続けずに一度お腹の上に下ろして再度指をしっかりと引っ掛けるようにしてから再度行っていきましょう。ポイント3つ目です。回すときはゆっくりと回しましょう。もしこの時に勢いよく回してしまうと回転する軸がずれてしまって前腕の海内海外の動きが出づらくなります。確実にゆっくりと安定する範囲で動かしていくことが重要です。今回は手のひらの向きを変えるリハビリを紹介しました。道具を使用していく上で手のひらの向きを変えることは非常に重要です。仰向けで慣れてくると座った姿勢でも行っていき、どんどん実用的な動きへとつながっていきます。ぜひ試してみましょう。ご視聴いただきありがとうございました。